みなさんこんにちは、無理やりです。すっげー花粉で、世間は花粉フィーバーだね。今日は私の使っていたカラコンがドワーッと出てきたので、これを全て紹介していきたいと思います。すごくない？なんかいっぱいあるよね。この中に入ってるのは、あのそれこそまあ1個だけ残ったりとか、ちょっとまあ可愛く残しとこうかなみたいな感じで残しといて、こんな感じで私は取っておいて、ここにコンタクト用品って書いて収納をしてました。終わりなんですけど、片目が、まあ片目ずつ全然違うので、種類的にも今 1,2,3,4,20個20種類のカラコンがここに今あります。まあ、約40箱分ここら辺なんかごちゃごちゃの中に入ってるので、まあ約40箱分今ここにあるのはとりあえず紹介をしていきたいと思います。ということで、ちょっとずつね紹介していきたいと思います。で、一番最初なんですけれども、まあこちら、これはまあカラコン紹介でも出てきた、エンジェルカラーシリーズのですね、バージンクォーターになります。私が本当に中学生ぐらいからずっと使ってる、今も使ってるカラコンになります。これの動画については概要かこっちのカードに出しておきますので、皆さん見てみてください。この DII だったりベースカーブだったりは、この上とかにここら辺に出しておく、下の方に出しておく動画に全部載ってるので、こちらについては詳細はご覧ください。そして2個目、これはジョンソン&ジョンソンが出しているアキビューディファインになりますね。ディファインのナチュラルシャインっていう色なんですけれども、これはね、私がブロガーのお仕事でお邪魔した時にいただいたもので、すごく愛用させていただいていて、こんな感じになります。ちょっとね、まあ一番、この当時の中で、今は分かんないんですけど、ちょっとハーフ寄りのというか、これについての動画も多分出してると思うので、私の動画の中で探していただければですね、2年経ってないぐらいかな、出てくると思うんですけど、アキビューストアっていうのが表参道にありまして、そこで目の瞳のね、自分の瞳に合ったコンタクトを選んでくれる機会があるんですけど、それで選んでもらいました。ちょっと時間もないのでね、ポンポポンと紹介していきたいと思います。エバーカラーワンデーですね。でこちらがピンク、度割りのピンクになります。これ一番ね、私は相性が良かったかなと自分でも、はい、思います。でこれがベースカーブが 8.7 で、私がいつも 8.6 が相性いいんですけれども、すごい 8.7 でも包み込んでくれるような感じで全然使いやすかったです。 DIA が 14.5 なので、瞳の大きさがすごい大きくて、まあ、盛れるような、はい、カラコンになっております。ピンクだけどそんなにピンクに見えないかもしれない、すごい盛れるコンタクトですね。はい、クオーレワンデーになります。私が持っている多分コンタクトの中で1位2位を争うぐらいちょっと大きかった気がします。 DIA が 14.5 で、まあ、さっきと一緒ですね。でこれがベースカーブ 8.8 なので、ちょっとおなんていうの、この丸みを帯びてる感じ。リピ買いしてるのはこのバージンクォーター、もう一個私が結構リピ買いして今も使ってるやつなんですけど、こちらになります。これはローラちゃんプロデュースのリルムーンですね。私が個人的にすごい気に入ってめっちゃ箱買いして使ってました。でこれがナチュラルに使えるので、すごいなんか盛りたいとかいうわけではなくて、ほんとナチュラル発色だし、ナチュラルなつけ心地だし、めっちゃ使いやすいです。でベースカーブが私の好きな 8.6、 はい。で直径が 14.4 なので、今まで言ってきたものよりはちょっと小さめに作られてます。ぜひ見てみてください。リルムーンについても紹介した動画が多分あると思うので、ちょっと探してありましたら概要欄かカードとかに入れておきますので、皆さんチェックしてみてください。そしてここからがナチュラリゾーンというゾーンに突入いたします。全て同じコンタクトになります。これがですね、私が東京ガールズコレクションに、2、3回ほど出させていただいているんですけれども、その TGC に出た時に、出演者が使わせてもらったりとかするコンタクトがあったんですよ。でそれがナチュラリでずっと使ってました。これがナチュラリの、スイートフェミニンブラウンで、こちらがナチュラリワンデーの、
これがねチャーミングブルーこんな感じになります。本当にこれは青って感じじゃん。これ全部一緒のピンクブラウンになります。めっちゃ持ってます。これはエルコンワンでポップブラウンになります。これがですね DIA が14.2 でベースカブが 8.7 こんな感じ。コンタクトレンズを売っている眼科の中でも一番ハーフ系ってこれしかないんですよ。で、まあ、今は分からないんですけどその当時これしかなくて、でこれが本当に使いやすくてですね1個だけ残してあるんだ。ちょっとでも見にくいかな、分かりにくいけれどもこれは本当におすすめ。これがですねシルキーレーベルっていうワンデーカラコンになります。ラクトブラウン、まあ、正式名称がですね書いてなくてまあもうカラコン使ってあるので書いてないんですけれども、シルキーレーベルって調べたら出てくると思います。はい、こちらがビアコーポレーションさんが作っているツッティっていうブランドになります。全部度がないので使ってなくて、同じ種類で私がマジでリピ買いしていたものが1個あってですね、はいこちらになります。これはですねなーちゃんがモデルをしてたので私がすっごい愛用してた、まあ、同じくツッティから出ている、これがジェムっていうブランドになります。これが私多分人生で一番漏れてんじゃないかなって思います。目がてかでかすぎて怖いぐらい。エバーカラーワンデーと直径とか、まあ、全ては変わらないかな。ベースカーブがちょっと大きいぐらいで、で DIA が一緒なのでもうほんとでかさ的にはエバーカラーと同じでかさになります。これとこれの違いっていうのはですね、これが1ヶ月になります。でこれがワンデーなのでまあ使いやすい。でこっちが1ヶ月だからちょっと洗ったりとかまあね洗浄とかしなきゃいけないのですごい大変だったんですけども、これはめっちゃ愛用してました。19ぐらいまではほんとずっとこれしか使ってなくて、で他のコンタクトに手を出してなかったぐらいなんですけども、まあおかげさまでこんぐらいコンタクトを愛用するようになりました。まあいろいろと、まあ、特殊メイクで使ったりとか、まあそうですね普通のメイクは全然しないんですけれども、特殊メイクで使うコンタクトが特にやっぱり多いですね。次回またたくさん、まあ、こんだけいっぱいはないですけれども一個一個の紹介をちゃんとしていくレビュー動画を撮ろうと思っていますので、皆さんそちらをお楽しみください。でこれはまあ過去とかまあ現在使ったやつもありますけど、まあ、森有が使ってるカラコンこんな感じかと思っていただければなと思います。どんだけ買ってんだよみたいな、どんだけ使ってんだよと思ったかもしれないですけど、結構ねカラコンのレパートリーあるとすごい気分が変わると思うので、皆さんもいろんなカラコンを試してみてください。ということで森有でした。バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。せっかくの動画なのにマスクをつけながらで本当にごめんなさい。チャンネル登録はこちらに出しておきます。過去の動画はここら辺に出しておきます。いつも本当にありがとうございます。これからも森有をよろしくお願いいたします。バイバーイ。